皆様こんにちは、ウェストコースブリューイングのデレックです。今日もビールを紹介したいと思います。今日紹介しますのはこちら、2周年記念ビールのストロベリーフルーツモンスターでございます。今回3回目、の仕込みということで、今回周年用に特別に少しパワーアップさせて、醸造してますので、前回前々回、試された方も今回もぜひトライしていただいてご感想を聞きたいと思います。よろしくお願いします。ではまずは見た目ですね。前回前々回と全く違うって言っても言い過ぎじゃないぐらいですよね。これはもっとめっちゃ濁ってて、ちょっとピンク感を帯びてて、もっとストロベリーめっちゃ入ってんじゃないかっていう感じですね。もう今回も前回も、フルーツの量が、500キロ入ってます。ただ今回は前回と違うのは、缶には香料って書いてあるんですけど、エクストラクトっていうのをアメリカから輸入して少し入れてストロベリー感を増して作ってますね。では香りいきたいと思います。バニラとストロベリーですね。これはまさしく狙い通りです。味いきたいと思います。本当に自分も1回目2回目とも当然飲んでますけど、ここまでイチゴ感は決してなかったですし、バニラがすごくいい感じにマッチしてて、もう超ミルクシェイク感ですね。これはなんか子供の頃ショッピングモールでなんか親にこうねだって買ってっていう、なんかイチゴ的な飲み物をこう飲んでるかのような感じで、すごくそれを思い出しますけど、それになかったのがもうこの苦味、もう本当ビールらしさもしっかり入ってて、今回のフルーツモンスターこれやばいですよ。めちゃくちゃ美味しいです。ぜひ皆さんも飲んでみてください。よろしくお願いします。